吉田さん、お疲れ様でございます。そして動画をご覧の皆様、コオロギの話いかがでした？コオロギってのがアメリカに行ってこう泣いてたらね、食べられちゃうから泣かないようになったらしいんですよ。ここでね、すごく不思議なことが起きますよね。食べられちゃったコオロギってどうやって、おい泣いたら食べられちゃうぞっていうふうにね、知らせたのかなっていうところがありますし、泣いて食べられてるコオロギを他のコオロギが見て、おい泣いたら食べられるぞっていうふうなね、判断をする、その認識をする脳がコオロギにあったんだなとかね、いろいろ気づいちゃいますよね。やっぱり生命ってのは、意義深いなと思いますけどね。で、今回変化を恐れるなって話なんですけども、やっぱりね、変化って4段階あるんですよ。4段階あると私は思ってるんですよね。で、まずはその気づいていないっていうね、こう自分がどんな状況にいるのか気づいていないって、現状認識ができない人っているんですよ。それはもう洗脳されてるということもありますけども、フレームにはまって、型にはまって、ルーチンをね、日々繰り返してるだけ、それが一生懸命だと思っている方、これ気づいていないってフェーズがまず第一段階にあります。次が気づいているっていう段階があります。あ、自分は気づいてなかったんだ、これ無知の知のレベルなんですけどね。しまった、今まで何をやってきたんだ、無駄な人生を送ってきたな、変わらなくちゃ、気づいたぞ、気づいたぞっていう形ですね。この方は学習をして勉強して見ている方なんですよね。それで自分が今までずっと繰り返してきたものが単なる作業であり仕事でなかったってことをね、気づける人なんですよね。こういう人ってのは結構ね、次のステップに進む可能性が出てきます。ただここまで来る人もほとんどいません。次の段階はですね、自分のことを意識して変えていこうとしている人なんですよ。それがだから、例えばね、機材を変えなくちゃとか、住むところを変えなくちゃ、仕事を変えなくちゃ、人間関係変えなくちゃっていうふうに意識してる方のことです。意識をすればするほど自分を変化させるチャンスに恵まれてくるってことなんですよね。これは自分が変えないといけないんだっていうふうに感じることなんですよ。ここまで来る人はまあ極小でございます。でも、もしかしたらこの動画をご覧になっている方っていうのは、意識して変えてはいないんだけども、もしかしたら、あ、気づいているぞっていうふうなね、第2段階に入っている方が多いんではないかなと思いますよね。そして第4段階、どんなものがあるかっていうと、これがね、最強なんですよ。意識せずに変えていく人なんですよ。そうなんですよ。自分で変えようと思わないんだけども、どん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 ね、変化する方向に自分の足を向けていく、目を向けていく、意識を向けていくってことなんですよね。そうするとね、何も意識してないのに人生がどん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 変わっていくってことが起きます。そして周りの方、人間関係もどんどん変わっていきますし、所得もあんまり意識せずに変わっていきます。昨日あるね、ネットワークビジネスのものすごく力のある方がうちに来てくれたんですけども、その中の話でね、とにかく自分の人生がどんどん変わっていくと。で、月収が30万まではむちゃくちゃ大変だったけども、30万から100万までは爆速だったと。100万から1000万はさらに早かったというふうに申し上げてましたね、言われてましたね。それは私もすごく納得することで、30万円の構築ってのはもうね、本当に結構ネットビジネスもきついんですよ。だから月間30万円の売上利益が取れるまで、本当にどんな商品がいいのか、どうやって顧客を集めようかって、本当に、ね、それは、ね、普通の商売と同じ苦しみだったんですけども、30万から100万までっていうのはちょっとした工夫でね、行くんですよ。もうだから100万切らなくなりますよね。で、100万から、私は今月収1000万ってのはないですけども、1回しかないですけども、やっぱりね、200万とか300万までは、いつの間にか行ったって感じですよね。自分で変化を望んでなくても、振り返ってみたら変化する選択をしてきたなっていうことになります。まあ、そういった形で変化っていうのは4段階あるかなと思いますんで、今、自分がどの段階にいるかってことを強く認識して、そして次の段階、次のステップに行くためには、何を求めていけばいいのかってことを、ご自身のね、入ってる塾の塾長とか、コンサルをお願いしてる人に聞いてみればいいんではないかなと思いますけども、多分答えれる塾長とか、答えれるコンサルの方が、これでね、いないってことに分かるんではないかなと思います。そういう時はそこをすぐ離れた方がいいと思います。それでは本日は以上です。